ただラッキー傾向なのいつもより力が入る。それでキックしましょう。相手の肘を少しこう取ることで、これの時は呼吸意識しないで形きれいにして寄せて近づく時に手首でこう曲げるんじゃない。この間の肘もちょっと取ってで、そこをちょっとがっちり持たれているので力でいってもいかないので、この力を感じながらこうちょっと内側こう要するにあれですね、手だけじゃなくて体がスッてこう入るのを意識すれば動くので、それをちょっと両手の時に意識して、かかとからこうイメージ、こう腰です、手でこう引くんじゃなくてですね、腰を回すためには足が動いてる、かかとから入ることで腰が、でこうイメージでこう、かかとからこうイメージ、こう腰です。手でこう引くんじゃなくてですね、腰を回すためには足が動いてる。かかとから入ることで腰が、でこうイメージでこう、縦回転と横回転両方、まず縦回転を横回転を斜めでね、こっちの反対の手がですね、あんまりこう倒すときに前傾姿勢になっていてですね、画面蹴られるのでですね、こうやってやってこういう風になっちゃって上がってくるので、なるべく前傾姿勢になる。でさらにこの手で上がってくるので防ぐぐらいの気持ちでこうそうなるとバーンって蹴られるんでこれを膝曲げながら、膝で腰落としながら、ちょっといいですか、腰こう回していく、で下が手つく、で上の手を、はい、でここの状態から後ろの足をスッと前に出して、やばいやつや、やだやだ、痛い痛い、レース全然楽しくないよ、痛くないって、3で取って、でこれであとはここまで来たらゆっくり出して。ゆずちゃんファイト、せーの、肩が大きくった、使えない、こっちの足でゆずちゃんファイト、肩が分かるんですよ、肩が大きくった、基本の呼吸法です、親指をちょっと開いてから相手の肘を、で腰から出て、でこっちは切って、こっちは肘から出して、で腕があんまり固まってない方がいいですね、こうやって、ある程度も肘が緩くなる、だから、相手の顔を押すときも、手でこう押していくんじゃなくてですね、肘くっちょっとして。この状態で肘がスッと行くので、肘からスッと行く。はい、状態から内から入れて開きます。で、あんまり強く握ってるといいんだけど、捕まって、これでこれ引いて、こっち。ごめんな、切っちゃって。呼吸動作、こうやってやってこれました。これは押す。これはさすがに。できれば、つかみに行くのにスッていう練習をして、つかみに行くところを内から開く、であとはこ投げたい方向は北に切って、こっちは相手の二の腕をしていくような練習して、ずっとですね、こう上げるんじゃなくてですね、相手を硬直させて
ないですね。